平野紫仕様、新曲主演ドラマは時間の問題問題戸部遺跡で業界熱視線。ジャニーズ事務所を退所したキングプリンスへの平野仕様が所属する、戸部に注目が集まっている。平野と神宮寺勇太の所属が発表された後、騎士ゆの戸部入りも噂されており、さらなる、やめじゃに、の合流が期待されている。 業界中がトベの動向に注目する中、平野の活動には特に熱い視線が注がれている。主演ドラマの企画話が水面下で進行中とされ、テレビ界での成功が期待される一方、新曲のリリースも早い時期に実現するのではないかとの見方もある。本記事では、ジャニーズの動向とトベの展望について詳しく検証する。 7月26日に放送された、時をかける、で、キングプリンスへの流瀬ドと高橋山が出演し、ジャニーズ JR 時代のメンバーとして、平野塩と神宮寺裕太が共演した映像がオンエアされた。これにより、平野、神宮寺、そして2021年に退場した元メンバーの岩橋玄樹の姿を見ることができ、ファンの間で感慨深い気持ちが広がったようだ。 翌日には、岸優ユタが主演映画、G メンの完成披露舞台挨拶に登壇し、ファンの前で元気な姿を見せていた。騎士も9月30日をもって、ジャニーズ事務所を退所する予定であり、平野と神宮寺が、飛べ、への所属を発表している中、騎士の飛べ入りも注目されている。芸能ライターによれば、 岸の飛べ入りは規定路線とされており、滝沢秀明氏のインスタグラムが更新されなかった期間に、元 V6 の三宅健が飛べ所属を発表した後、滝沢氏が火山写真を投稿したことが指摘されている。滝沢氏のインスタグラム投稿は、平野のシンク、人寺のターコーイズブルー、岸の紫に呼応していると見られ、岸の合流が固いとの見方が広まっている。 女性セブン氏によると平野と神宮寺の音楽活動は騎士の合流を待つ形で10月以降に指導する予定とされておりファンの関心は3人の新グループ名に移っているという。とべには三宅県、平野市要、神宮寺雄太に続き、元ジャニーズ JR のインパクトオーズ改めイムプへの所属が発表されており、さらなるヤメジャニの合流が期待されている。 業界中が飛べの動向に注目しており、来年にかけて大規模なライブイベントを計画しているとの報道もある。ジャニーズ事務所から解除したタレントたちが弱体化している現在のジャニーズを支える可能性が指摘されている。一方、平野紫耀の動向には特に熱い視線が注がれている。 インスタグラムを開設した平野は、わずか2日でキングプリンスへのフォロワー数を抜き、現在では359万票のフォロワー数を誇っている。平野の本格的な活動がスタートすれば、木村拓哉や嵐といったジャニーズのトップアーティストたちを抜き去る勢いとなる見込みだ。テレビ関係者によれば、平野の主演ドラマの企画話が水面下で進行中であり、 テレビ各局がすでに動き出しているとの情報もある。ジャニーズとの兼ね合いを考慮しつつも、視聴率が見込める平野の起用は確実なようで、テレビ界での奪い合いが時間の問題とされている。一方で、長瀬角と高橋山の日本テレビでの主演ドラマは、視聴率が芳しくなく、配信でも十分な人気を獲得できていなかった。 これに対し、平野のドラマ主演が実現すれば、早い段階で成功が期待されると考えられている。平野仕用の戸部遺跡による新曲リリースと主演ドラマの展望が業界内外で注目されている。戸部は今後も、やめじゃに、の合流が期待される存在であり、大規模なライブイベントの計画も進行中だ。 平野のインスタグラムのフォロワー数は順調に伸びており、彼の活躍は早い時期にジャニーズのトップアーティストたちを超える可能性を秘めている。テレビ界でも平野の主演ドラマ企画が進行中であり、成功が期待されるが、ジャニーズとの兼ね合いや視聴率を考慮しなければならない課題もある。ジャニーズ事務所を退所したタレントたちが、 飛ベを通じて新たな活躍の場を見出す中、業界は一層の展望と注目を寄せている。